はい。こんにちは。ありがとうなかです。ついに、やっと来ました。ついにやっと。これね、ただ、ま、ここまでのテンション上げて言ってますけど、そうですね、あの、なかなか、えー、関東、首都圏で、あの、通勤通学とかね、そういう、まあ、 えー、まあ、頻繁に来る方以外にはちょっと関係ない。まあ、まあ、ほとんど関係ない話になって申し訳ないんですけど。まあ、あの、短めにちょっとお話しするのでお付き合いください。2020年ね、春よりモバイルパスモが、モバイルパスモが出てくるということになりました。はい、来ましたね。まあ、以前よりスイカはあったんですけども、ここに来て、 モバイルパスもやっと来たということになります。スマートフォンで、ね、定期券も含めてね、パスもが使えるということですよ。まあ、あの、なんだろうな、この関東圏以外の方にとっては、いや、スイカがあったんでしょ、と。<laughs> な、何が変わんのっていうところかもしれないけど、スイカと全然違うんですよ。モバイルパスもって。一応使える、 ねその公共交通機関の支払いというところもそうだし、まあ、あとはコンビニとかでの決済も含めて、できることは一緒なんですけど、その定期券の購入っていうところに関して全然違くて、スイカは完全にもう JR なんで、定期券とかの購入に関しては、その JR をどっかしらで使ってないと定期券買えなかったんですね。なんだけど、 あの、パスもっていう風になった時には、これからもうその私鉄も OK になるというところで、だいぶ変わるんです、これ。だから、通勤通学をこの首都圏でしてる方々にとっては、特に、まあ、若めの人たちかな。あの、30代より、30代も含めて、で、そこからより若い人たちに向けては、すごくいい話なんじゃないかなっていう風には、 思います。ここはちょっと嬉しいところですね。ただですね。ただ、ぬか喜びもちょっとできない部分はあって、あの、iPhone はまだですよっていう。<laughs> iPhone はまだですよなんですよ、うん。ここはちょっとね、もうちょっと残念なところ。できれば同時に使えるようにしてほしかったところなんですけど、Android がまず来てます。Android は、 えっと、OS で言うと6.0以上なんで、ほぼほぼ OK だと思いますし、あとはお財布対応というところなんで、まあそうね、あの、海外製のスマートフォンを使っている方にとっては一部ね、うわ、アンドロイドに来たけど、俺使えねえじゃんっていう方もいるとは思うんですけども、まあでも、来たっていうところはいいのかなっていうふうには思います。で、iPhone はまだだというところが、 まあ、繰り返しになりますけど、ちょっと残念だなっていうところですがね。ここはちょっとですね、あの、時期もまだ発表されてないので、どうなるかわかんないというところですね。で、今回から、ね、で、まあ、対応ね、端末に限りではありますけども、定期券発行ができますというところになりますから、割と増えるよ。ちゃんと、あの、鉄道会社もそうですし、バス会社もそうですし、 増えるんで、便利になる方がお、より今増えるっていうのはいいのかなっていうふうに、もちろん完璧ではないですけど、あの、さっき言ったような太陽端末、OS 的なところも含めて、あとはこれでもまだ事業者的には網羅されてるわけではないので、あれなんですけども、ただまあ、今までよりは進んだと、話は進んだというところですからいいのかなっていうふうには思います。まあ、あの、 定期券の購入ができないところの、まあ、区間というかね、でいうと、箱根箱根の鉄道か、あとは江ノ電か、あとはそのモノレールかな、多摩都市モノレール、湘南モノレールとか、そういったところがいろいろとちょこちょこと、あの、使えないんで、買えないんで、そこら辺はちょっとね、あの、考えなきゃいけないんですけども、ま、あ何にしても、 ワイルパスもが来たっていうところはいいですし、まあこの首都圏で今言ったこと全然関係ねえじゃんと。俺ら関係ないねっていうね、お話になるかもしれないですけども、ただこういうものが出てくると、それは、それこそもうイコカとかね、あっちの関西の方もそうですし、まあそれぞれ全国のその他のあの交通系の、ええー、まあ電子マネーというか、このサービスも順々に スマートフォンで利用できるというところになっていくので、行くと思いますから、希望が持てるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。まあ、Suica は使えたんだけどね。やっぱり定期券とかそういうものが今まではスマートフォンで Suica の人はそのままできたけれども、その JR 使わない人たちは、プラスこの定期券も、そしてさらにお財布もっていう方々がいっぱいいたと思うんですけど、 これで一つ減りますから、ものが。すごく安心かなっていうふうには思いますし、または、例えばスマートフォンに、そういうものがどん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 この集約されていくと、それだけでそれをなくした時に大変だと思われるかもしれないですけど、またはですね、そこのスマートフォンには、やっぱりそれをこう、一検知のサービスをね、その、いれ、追跡サービス入れておいたりとか、まあ、あとはそのスマートウォッチと、その、ペアリングでね、 あの、ま、いろいろとアラーム機能とかそういうものを設定しておけば、スマホ自体をなくすとか、そういうことも防げますから、<laughs> ね、そこら辺を駆使しながらね、やっていけば、その情報とかそういうものがいろんなものが集約されていくのは別に俺はいいんじゃないのっていうふうには思ったりはしているというところではあります。まあ、何にしても、ま、もともとそういうところに反対な方は、何が来ても使わないと思いますから、 そこはとりあえずいいよ。別にあなたは使わなければいいんだからっていうふうに <laughs>、ね、一蹴りでいいと思うんですけど、あの、本当に、あの、今まではなんかめんどくさいんだよねと、なんで俺は三つもこれ持ち歩かなきゃいけないんだというふうになってた方々は、一つ減るよと。ね、定期券、もうスマートフォンの方に行けますよと。ま、アンドロイドに限りですけど、行けますよというところですから、これは一つね、 喜ばしいことやな、というふうに思います。まあだからさっきも言ったように、これを皮切りに、それぞれ地方の交通機関のね、そういうこう電子マネー系のものがね、そのままこう進んでいくといいなっていうふうには思いますし、ああ、まあよかった。モバイルパスも。うん、あとはまあ俺はあの、色的にもパスモのね、イメージカラーの方が好きで、スイカよりもパスモのイメージカラーの方が好きなので、 俺もそっちにしようかななんていうふうに個人的に思ったりしているところであります。ということで、また見てな。バイバイ